皆様今日はお集まりいただきましてありがとうございました。NHK ネットから金取ろうとしてますよ。外部の報道はどうあれですね、 NHK 内部での会議ではスマホがあっただけで、パソコンあっただけでお金を取るのが妥当であって説明しております。どんな手を使ってもネットから金取る気満々であります。またスクランブル放送、 NHK がどんなことをしてもですね、どんな放送してもですね、スクランブルにしてくれれば別に構わないんですよ。契約しないだけですから。それをですね、全員から金取るぞ、言ってる割にろくな報道してませんよね。今日だってこんなに大勢の方がいらしてるデモはどこも一切報道しませんよね。これはすなわちですね、日本人のためになるデモであると、そういうことになります。NHK が報道するまでこういった NHK デモは続けていきたいと思っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。注意事項なんですけれども、デモの趣旨に合わないプラカード、例えば救助を守るとかですね、そういうのはやめてください。なんか最近では全世帯徴収とか言ってですね、放送負担金制度なんてことも言い出しておりまして、一人一律スマホなくてもパソコンなくてもテレビがなくても金取るかなんて話持ち上がってますね。もしそんなことになったら、私は怒りのあまり気が狂って救助を守れてやるとか言い出すと思います。NHK のガードマンいますけれども、罵倒したり殴ったりしないでください。あの人たちは警備会社のバイトさんであります。沿道から邪魔だとかなんとか罵倒あるかもしれません。その時は笑って手を振ってあげてください。行儀のいいデモにいたしたいと思います。コールしてですね、ネット聴取を許さないぞってありましたら、皆さんおーで答えてください。一回練習しますね。 NHK ネット聴取を許さないぞ。NHK はスクランブル放送にしよう。ありがとうございます。明日喉が潰れて声が出ない程度に頑張ってください。あとこれもですね、明日腕上がらない程度に頑張って、上がらないじゃない、上がらなくならないように頑張ってください。じゃあ皆様ゆっくり道路に移動します。よろしくお願いします。詰まりました。大丈夫ですか。衣装 OK ですね。じゃあ出発しまーす。はい、それでは出発します。NHK は嘘放送をやめろー。NHK は嘘放送をやめろー。
待ちますよ。そう百獣の王です。
ご視聴さんの SNS に上げてください。NHK は変
見せてくれましたね、かわいい子ちゃんが。